右手上げて。字、あ、確かに文字書いたら。左手上げてる。嘘。やった、左利きになってる。キスだって左利き、私目をと。え、ちょっと待って、じゃあ今これからもしさ、なんかお礼書くときにさ、どうするんですか。みんな反転、反転せんと読めれんくなるよね。文字反対？なんで反転したん？鏡で読む。鏡で読む。どういうことや。あ、こう書いた後にこうやって裏返したらどうですか。そういうこと。そういうことか。ガラスに書く。ああ、なるほどね。ガラスがないんですけども、確かに。もう一回重ねて書けばいいけど。皆さんこんばんは、中村舞です。アップデートしたら治ると思う。私さ、アップデートとか基本勝手にしないんですけどさ、ですけどさこれ勝手にされてる。なんか変な感じするな。カクカクしてる？してない？なんでなんだろう。アップデート、アップデート、アップデート、アップ、あ、あ、アップデート問題か。私、え、なんで私だけ、ん？謎ですね。謎。またアップデート来た？え、なんか勝手にアップデートされるのかな。アップデート、アップデ、アップデート。遅れてんのかな iPad。 なんか携帯はアップデートされないんだけどね。よくわかりません。ちょっとすみません、あの反転してる中村舞。変ですか？変なのかな。テロップは反転しないんじゃない。テロップは多分ショールーム側の打ち込むタイプだからさ。しないと思うんですけど。反転してるってわかるの？中村舞を初見の人はさ、反転してるって多分わかんないよね。変？あ、文字を書かんかったらね。うん、違和感ある。なんかね、くまさんありがとうございます。なんかね、なんか何か、なんかが違うけど、何が違うのかわからない何かが違うんだけどね。なんかいつもと違うんだけどね。反転はしてないです。今日はでも特に反転するようなものでもないな。分け目が違うぐらいかも。
誰かいる？え、誰もいない。これ、あ、待って、いや、なんでもないわ。いや、反転して、いや、そういう問題でもないもん。うん、なんか変な感じするわ、やっぱなんか変だわ。なんか変な感じするわ。これはあのウクレレ。ゴミ箱？これどこまで見えてるの？なんかわかんないんだよね、どこまで見えてるか。見づらいですか？もうど、なんかあるのかな？配信画質、これじゃないもん。触ってたら落ちたらいけんけん、触らんどこ。うん、コメ欄の表示が違うわ、確かに。ちょっとなんかいつもとちょびっと違う。足がしびれた。気にならん。じゃあこのまま進める。アップデートちょっとあれですね、確認しときます。はい、ありがとうございます、ギフトを。ハッピーは、あ、そう、生誕ティーがそう出たんですよ。そうなんですよ。今日出ました。私もそう気づいて、なんかさ、もう遅いってコメントを見すぎてさ、私さ、もう謝ってもさ、もう時は戻せないので、なんかなんて答えたらいいのかわからなすぎて、もう本当になんか遅くて申し訳ないなと思って言っても、遅いって言われてなんかどうしたらいいんだろうみたいななんかすごい、もうこれ以上私はどうしたらよかったんだろうってちょっと、うん、なんかもうなんか難しいです。あ、そう、受注制作で6月の26だっけな。そうまでで、あの結構意外と短いので、期間は、そう期間が短いということをお伝えしておきます。そう、よかったらお揃いにしてくださると嬉しいです。
難しい。もう謝ることしかできないんですけど、本当にすみません。ありがとうございます、ギフト。なんで謝るかと言われると、だってなんか指摘、悪い、ここが悪いよって指摘されたら素直にすみませんってなります。もう本当にそれしか言えないですけど、申し訳ないなと。ありがとうございます。一番右の丸いの何？あれは一六タルトです。愛媛県で有名なお菓子なんですけど、タルトっていう和菓子です。サイドは愛媛で、そう、愛媛のみかんとタルト。でございます。で、真ん中の左右にいるのがももちゃんとここちゃん、愛犬です。真ん中はまあマイキューっぽいやつです。私っぽいの。もうセンスないです。もうすいません。とりあえずもう本当にすいません。私のなんか好きなものを集めたって感じですので、お許しを。ネガティブモード。今日はなんかもうね、なんか全然元気ですよ。元気なんですけど、もうなんか全然ネガティブでもないですけど、なんか私の自分のできなさを痛感してました。看板犬、そう、今日はワンちゃんに会いました。おっきなワンちゃんに会ったんですけど、なんか
ワンちゃんに会って、最初はなんか普通だったんですけど、あれスタンダードプードルか、なんかね28キロぐらいあるらしい。私この間27キロぐらいのワンちゃんに会ったんですけど、今日はまた別の28キロのワンちゃんに会いました。わすごい、和菓子ありがとう、たぶんありがとうございます。さあなんかのすごい最初は普通だったんですけど、普通っていうかその何ですか、感情名前、あ名前ゴンタっていうらしいです。ゴンタくん、ゴンタくんらしい、ゴンちゃん。最初はなんか感情、そのワンちゃんの感情は普通だったんですけど、なんか私の携帯ケースを見てめっちゃ興奮したんですよ。なんか私の携帯ケースがなんか耳がついてる、このこれなんですけど、このこれを私が片手に持ってて、そしたらなんかめちゃくちゃ興奮して、なんかこれにめがけてなんかグワーみたいな感じで来てなんでなんだろう、犬に反応した。でもなんかこれ、このなんかわかんないんですけど、この耳がもう多分欲しくて欲しくてたまらなくて、ちょっと片方なくなっちゃったんですよ。片方が今なくて、ちょっと30分ぐらい格闘してちょっと片方がなくなっちゃったんで、片耳になっちゃった。そうなの、あげました。ちょっともうそう、可愛かったです。ちょっともう片方は別のつけました。すごいすごいね、力でしたね。人間ぐらい多分あるんじゃないかなと思って。そうでも全然自分に対しては甘噛みなんですけど、めちゃめちゃすごい興奮してた。いやいや、めちゃめちゃね、でもねすごいね、本当になんかこれに興奲するまではすごい理性を保ってたんですけど、なんかこれを見た瞬間にこれをもうなんか話さなくなっちゃってそう、もうね、そうスイッチが入って、うわーみたいな。もうとても可愛かったです。癒されました。私犬大好きなので、めちゃめちゃ。嬉しいですね、触れて触れ合えてちょっとこっちだけになっちゃったけど、こっちには携帯つけました。携帯ストラップ代わりにこんな感じで、携帯に携帯をつけました。見て、残念少女。
だらけ、ほんてこうなる。周りの大人たちが私をダメにするの。え、これわかりますか？うつ？ワンセグなの？なんか見えるらしいよ。なんて書いてるんだろうと思ったけど、わからんわ。シュルージーみたいな。メーカーシュルージーみたいな。シャープ？シャープって書いてるんか。え？嘘だ。シュみたいな書いてます。ガチャガチャ、あ、そう、これガチャガチャです。え、全然文字見えんわ。これ見えませんね。ちょっとこのちっちゃすぎて。 SHGOEITB シュシュシュみたいな。ピント合わんね。合いませんね。なんかこの間、そう、愛媛のロケに行った時に、なんかディレクターさんがすごい見たことない携帯を使っていて、え、それ何ですかって聞いたら、これはサムスンだよみたいな言ってて、サムスンみたいな。なんかすごいちっちゃい携帯を持ってたんですよ、私の聞いたことないような。サムスンって知ってます？サムスン、サムソン、サムスン、こんぐらいのちっちゃい携帯使ってて、韓国の。え、そうなの？知ってる？知ってるの？なんかこんなやつ使ってて、うん、ちょっと前に世界一？そうなの？サムスン二つ折りじゃなくてね、一つ折り、一つでは折らんない折らない。マイケ、 iPhone です。何使ってたか。私は iPhone5C6S10 の3台今まで経由しました。あれ、もう一個経由したかな。ちなみに10は2個目です。1個割れちゃって、そう、取り替えてもらったので、今も10なんですよ。実はこの携帯ね、もうね、なんか全然変えれるんですよ。あの、いつだっけ、結構経ってるの、多分次の9月ぐらいで3年になるんですよ。なんで1年9ヶ月ぐらい、あ、そうそうそう、2年9ヶ月ぐらい使ってるんですけど、まだずっと10のままで、2年経ったら変えれるんですけど、変えてないんです。
買えるって言ってたんですけど、あの iPhone12 が本当にあともう何日かで発売の前に携帯が壊れてしまって、もう動かなくて、で、まあ、携帯がないと結構大変なので、あの修理に出そうと思ったら修理にも結構時間もかかるし、そのもう修理に出してる間に12が発売されるよみたいな感じで言われて、でそうどうしようかなって悩んだ挙句、まあとりあえずあのもう取り替えてもらおうってなって、そうタイミングがめちゃくちゃ悪かったで10を取り替えてもらって、10から10に取り替えてもらったんですよ。そうで大容器がなくて、その携帯ショップに行ったら大容器が今どこも貸し出し中でないんですって言われて、で結局新しく取り替えたんですけど、そのなんか取り替える時もちょっとお金かかって、かつ新しいのに取り替えてもらったから、なんかそれをなんかあまり使わず乗り換えるのも、その12に変えるのもなんかちょっとうーんって思って、ずっと使ってますこれを。そうなんです、もったいないって感じる。でもそんなこと言ってたらさ、え13出るかな、 13 iPhone 13 iPhone 14 iPhone 15 iPhone 16 出るのかな。出るかもしれません。ありがとう。9月頃。もうなんかさ、バックアップをあんまり撮ってなくて、あんま撮れてなくて、写真がほとんど消えて、でも iPad になんか入ってて。でも全部はなかったので、写真が結構ごっそりめっちゃあったんですけど、ごっそり消えたんですよ。半分ぐらい、半分ぐらいは残ったんだけど、うん、つらかった。まあいいんです、思い出はちゃんと記憶のカメラに残してあるんで、カメラロール、脳内カメラロールがあるのでいいんですけども、写真は大事。いつ頃のだろう、なんかこっそりなくなった、あ、なんだったっけ、なんか1年分なくなったぐらい。そうそうなんだ。なんかあの1年目とかの写真はあるんですけど、なんか何年目だ、何年目かの写真が消えたんですよ。2年目ぐらいかな、写真が消えちゃって、そうゴゴリバら辺の写真が全部消えました。多分ゴゴリバやってたぐらいの頃の写真えかな、えもうちょっと後か、うん、なんか消えました、なくなったよ。でもなんか一度どっかに載ってるもの、 SNS とかどっかに載ってるものは探したら出てきそう、いつか。欲しくなったらじゃあちょっと募集しようか、ください。
ツイッターで。なんか前にね、ナナさんがなんかいついつの写真を、私のいついつの写真ある方は載せてくださいみたいな感じでツイートしてて、それにファンの方がブワーってナナさんのその前に撮った写真を載せてるリプランを見たんですよ。で、私もそのリプランを楽しんでたんですけど、おー、ナナさんナナさんと思って、そう、そんな感じで私ももしこう欲しいってなった時にちょっとみんなにお願いするかもしれません。見た？すごい、みんな。みんなの方が写真持ってるかも。ハートありがとうございます。大役もありがとうございます。なんかさ、私めっちゃさ、何枚ある？この携帯使って、そんな、いつだっけ、いつから使ってるんだっけ、この携帯をね、使い始めて、いつから使ってるんだっけ、10月からとか。そう、10月ぐらいから使ってるんだけど、1万7000枚の写真があります。結構写真ある。パン焼く音聞こえたわ。1万7000枚ある。めっちゃ撮ってる。多分3分の2ぐらい自撮り、自撮りっていうかその自分の写真です。なんかさ、アイドルじゃなかったら、もし多分こんなに自撮りとかしてないだろうなって思うくらい撮ってます。本当に撮らないだろうなと。自分の写真全くない？写真あんま、確かに私学生の時そんな撮らなかったもんな。うん、ごめんなさい、中村マイホルダー。なんか基本毎日撮るしな。なんかもうさ、なんか自分の顔見すぎてわからんくなる。そういうのないですか？なんかうわみたいな、もう自分の顔見すぎてなんかわかんなくなってくるんですよ、だんだん。なんかえみたいな、そういうのないですか？顔のゲシュタルト崩壊します。あの文字じゃなくて顔で。私よく考えるんですよ、鏡見ながらめっちゃ考えたりする。なんか自分ってこんな感じだった
けみたいなめっちゃ考えたりする。顔のゲシュタルト崩壊します。確かに最初の頃とは全然違います。なんかね、違うんですよ。何が違うんだろう、わかんないんですけど。でも矯正とかしたから多分いろいろ変わりました。骨格系も。あの親知らずも抜いたしな。親知らず抜いたらここもなんかちょっと確かに。メイクもめっちゃちょっと濃くなりました濃くなりました。ふにょふにょしてたどういうこと。あー、ふにょふにょしてた。痩せた。あ、ちょっと痩せたのかな、わかんないです。どうなんでしょう。まあね、何年も経つとそうなるよね。前髪今日も左分け。いや、これはあの反転してるんでしょうね。あの反転してますってこうテロップに変えとこうか。私反転してます。私反転してるんですよ、今更ですけど。あの言っときます、私反転してます。反転、私反転してるんで。私の画面ではしてないんですけど、私反転してます。反転してます。いつも通りなんですけど、全然反転してます。こっちの画面で反転してない。たまにさ、なんかさ、ズームだっけ、なんかその愛媛のビビサタっていう番組の時で、あのズームでつないでやったんですけど、そのズームとかなんかお仕事でたまに使うズームとかが反転してるんですよ。なんか自分の画面でも反転してる時があって、でなんかこっちに行ってるのに画面の自分はこっちに行くみたいなのがめっちゃあるんですよ。で、めちゃめちゃなんかそれが難しくて、全部反転するの。右手上げてみて。はい、上げました。右手です。これが右手です。これが私の右手、これが私の右目、これが私の右耳、右です。左手だからこっちが左手です。なんで今日違うの、なんででしょう、なんでですか、なんでですか。あ、ほくろ見せて。確かに、ほら見て、このほくろ右にあるの、右手にあるほくろなんですよ。ほら見てください、ここにあるほくろ、左手じゃなかった左側にあるんですよ。ほら反転してる。
そうでしたっけ。あもにゃん、ありがとうございます。そう、文字書くと左利きになるんだ。今日だけは左利きだ、嬉しい。なんか文字書き寄る風にしとこう。左利きっていいよね。フーさんが左利きなの、なんかおーってなります。ってことはフーさんは今日右利き、私うちの画面だけなのかな。あ、文字も反転した。こうしたら、あのこうじゃなくてこうしたら、おかしいなぁ。左利き、なんか私この間誰かも左利きなんだって思ったんだけど、誰だったっけな、忘れちゃった、やばい、なんかめっちゃ忘れてしまうんですよ。誰だったっけ、誰が左利きなんだったっけ。忘れました。もう忘れてる、忘れが激しい、思い出せない。左利きいいよね。物忘れ激しい。もねえかな。うん、姉キューがなんかゴソゴソしてる。あのお方。姉級不足？姉級？姉級今日あれだよ。今日は姉級呼ぼうか。姉級今日は多分疲れてないはず。分からんけど。おーい呼び方これ。おーい、え、あ、来た呼んだ、あ、呼んだ、あのショールームしとるんよ。え、なんで呼ばれたの。なんか呼んでって。呼んでって言われたけ呼んだよ。え、え、
元気って呼んでって言われたら呼ぶ。うん、どういうこと？元気って、え、元気って元気って私、うん、会いたかった。だってどういうこと？え、会いたかったんよ。会いたかった。うん、何それこんばんはって。あ、こんばんは。なんで急に呼ばれたん？なんかみんなが呼んでって。歯は治りましたか？だって歯は治りましたか。歯って何？抜いたとこの話？あ、そうじゃない。あー、治ったっていうか、歯茎は治った。どういうこと？興味ないだろ。興味ない。姉キューの声好きだって。へー。そうそう、バッシーね。ニキュー、他なんかありますか？マイブームなんですか？だって。え、何しとる？マイブーム、うん、何や。あ、筋トレ。でも聞いて、何？月曜日に始めたんよ。うん、毎日やるぞって。うん、あ、じゃあ今までも今日何曜日やろ。今日土曜日か。うん、1週間ぐらい続いとるやん。え、続いてないよ。月水金しかやってない。月火水木、あ、1日おきにやるってこと？でも月水はちゃんとやったけど、金曜日もうちょろっとしかやってない。何しよう。実質なんか YouTube 見ながら。何の？腹筋？なんかその4分ぐらいの動画。へえ。腹筋じゃないよ。何？なんか二の腕のトレーニングと、うん、二の腕のトレーニング。え、ジムに通ってるんじゃないらしいですよ。なんかネットで写真を送ってきたやん。なんか何か姉がめっちゃなんかいつも私の方が寝るの遅くて、姉がいつも寝てるのを私は見るんですよ。なんでなんか姉の寝てるところをいつも写真撮るんですけど、でそれをあの次の日に必ず見せるんですよ。これ昨日のなんか寝てるところだよって言って、そしたらいつも絶望するんですよ。悲しい気持ちになる。これは姉の寝てるとこ。そういつもそう写真撮ります。あ、続かんな。マイブームっていうか、あのマイチャレンジみたいな。あ、マイチャレ、姉チャレ。まあ続かんないよ、いつも三日坊主。三日続いたらいい方。でも今日と明日もやれば一週間続いたことになる、実質。うん、確かにたまになんかしとるな。食べ物のブームだって。どれだっか食べ物やね。確かに。ずっとじゃん。ずっと食べてない？うん、確かに。辛いもん、あ、辛いもんでも苦手なのに、なんかあのプルダックポックンミョンっていうなんか麺、ラーメンみたいな辛い麺みたいなのをもういつも食べてる。いつもっていうか、なんかもうでも月に1回ぐらい。嘘だ、月に1回じゃない。今月は違う、うん、今月いっぱい食べてくれたけ。食べよるだけ。めっちゃ食べてますよ。それ以外はありますか？食べ物？うん、え、食べ物、あ、あれ、プリン。プリン？へえ、知らんかった。カスタードプリンみたいな、なんかあの
喫茶店に出てくるみたいなプリンの市販のやつ。プッチンじゃなくて、まあ、プッチンもプリンも美味しいけど、なんか硬いプリン、うん、ちょっと硬い、レトロなプリン。そんなの売りよん。売りよる。食べよるの見たことないんだけど。この間食べたよ。私の見てないとこで食べとるじゃん。うん、自分の部屋で食べた。なんで？なんでなんでって言われても、おじゃる丸みたいに言われとるよ。電ボーやな。電ボーおじゃる様ー。じゃあ姉はおじゃる丸っていうこと。あとね、ローソンで買った、うん、あれも美味しかった、スフレプリン、うん、あー私も食べたことあるわ。ある？うん、1回だけあるかも。ローソンにしかないんかな、多分。そう、なんかローソンのスイーツ、入院した時に食べたい、うん、ああ。もうめっちゃ、もうご飯を全然食べてなかったけど、めっちゃ美味しく感じた。食べるのね、大好きですね、スフレプリン。てかプリンが好きかもしれない。そうなん。うん、実は、実は初めて知ったわ、今この年にして。ありがとうございます。もういい。もういいかだって、もういいかって。あ、得意料理はだって。得意料理あー、その質問さ難しいよね。らしいですよ。この質問は難しいらしいですよ。最近ちゃんとしてないよな、料理、うん、確かに。なんかまあでもね、疲れる。わかるよ、ご飯って疲れるよね最近特に。中華料理。中華料理らしいです。中華の何、あれあれ、当てるわ、いっせーので、麻婆豆腐。出てこい。麻婆豆腐はまあ簡単やん、あれよ。あ、待って待って、当てる当てる当てる、あかったあかったあかった、あれあれ、あかったあかった、言わんとって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 言わんと、分かった、私も言わんと、待つから言わんと、ちょっと待って、ないっけないっけないっけ、あ、待って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 、まだ言わんとって。オッケー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 、出たわ。じゃあ一緒かな、いい、うん、せーの、ホイコーロー。ホイコーローが出てこんかった。ホイコーロー、わかる、ホイコーローや。確かにホイコーローを結構作ってくれる気がする。揃った。はい、ありがとうございます。ソースから作るの？え、そうよね、うん、なんか甜麺醤みたいな、あ、甜麺醤、甜麺醤とかで作るの、豆板醤とか入れて、鶏ガラスープの素と、うん、美味しいよ。私も中華料理好きなんですよね。シューマイが好きだな。出た、いつも言うこと。言っていい？言っていい？ダメ。ダメやん。言ってよくない？いつも言うことがある、絶対に。ねねねね、ちょっと今日ねって絶対言うこと、絶対あれしか言う。言っていい？言っていい？言っていい？名前も言っていいかな。じゃあ3つけて言ってさ。普段3つけてないんで、言い方や。
あのなんか陳健一さんのシューマイを買ってこいっていつも言うね。確かに絶対に言う。あの冷凍のシューマイもうめっちゃ美味しくていつもあのシューマイを買ってきてっていつもね。たらなんかスーパーにやってなくて結構、うん、ないけ買えんかったわ今日って言ったらめっちゃ怒る。いや怒ってない怒ってないけどねみたいな。でまた次の日ねえねえねえ買っとってよそう毎回それしか言わ毎回買ってっていうお願いをするそれしか。あれ美味しいよ本当に。美味しいからもう食べてほしい。あれは美味しい。まあ確かに美味しいけど。美味しいよねあれ。好き。なんかね、なんだろう、美味しいんよ。なんかジューシー、非常にジューシーでございます。ギフトありがとうその方は有名な。有名。私そのシュウマイで覚えた。中華の鉄人。あ、そうなんや。だと思います。シュウマイめっちゃ好き。冷凍なんだよ。冷凍なんだけどめちゃめちゃ美味しいんだよ。本当に。シューマイ作ったことないな。でもなんか姉が小籠包を作ってくれたことがあってそれがめちゃめちゃ美味しい。小籠包もどきやけど、ね、あれもどきやったんえなんか本当は皮を手作りせんといけんらしい、うん、ああ餃子の皮で作ったってこと、うん、破れるんよ。ああ確かに破れやすい感じだけど美味しい。小籠包、小籠包を作るのって絶対難しいよね。意外と簡単。そうなん。なんか難しいんです。なんか肉汁、あの小籠包ってさ、こう皮がさ破けたらさ肉汁が出てくるじゃないですか。めっちゃなんかあれをなんかゼラチンで作るんですよ。そのスープみたいな小籠包、この破った時にこうじゅわっとスープが出てくるように作るんですけど、めちゃめちゃ難しそう。そうゼラチンで。美味しいよね。6個入りのやつシューマイ、私が言っとったシューマイ。そうです。なんかいつも何個温めようかなって考えながらちょびちょび食べます。確かに空いとった。そう、さっき見たらなんかあー、3個ぐらい食べたいけど2個で我慢するかで2個だけシューマイ温めて食べるみたいな。ちょっとずつ。じゃあいっぱい買っとったらいいってこと。そう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 、お願いします。レンジで温めて食べる。6個入りなんですよ。だから3個食べたらもう3個しか残んないんで、なんでちょっと考えて2個にしよう。2個にしたら3日分に増えるから。姉きゅう食べんよね。あんま食べんくない？シューマイ。いや今日昼食べようかなと思ったけど、なんか怒りそうだなって。怒らんよ、買ってくれたら50セントいけなくなるじゃん。え、そうよ、私ねストック人間なんですよ。なんでなんか冷凍のお米が好きなんですけど、冷凍のお米をね姉がいつも使うんですよ。あ、そう、この間も使った。そうね、なんかでもなんかストックがないと落ち着かなくて、なんか何にしてもストックが欲しくて。しかもこの間ご飯炊いてあったのに間違えて冷凍チンしちゃって、うん、お弁当に、うん、あーってなった。私わざわざ凍らすもんご飯一回、冷凍ご飯が好きだから。
私はあんまり冷凍は。美味しいよな、なんかもちもちせん、なんかひっつく、それが美味しい、なんかもちもちして、いやもち米になる。うん、そうかな。冷凍ご飯、まあ、お米を一回凍らせて解凍したらなんかもちもちになるんですよ。なんで私公園とかで出たお弁当も持って帰って全部そのお米だけまず凍らせる。もち米、もち米だよあれは。もうもち米になる。眠いですか？え？私？そうです。そりゃね眠い。うん、最近すぐ眠くなる。そうなん？うん、大雪ありがとうございます。確かに健康的、健康的ですね。明日休みだって。私？うん、休みです。何するんですか？明日は貴重な休みなので休みを満喫します。何するんですか？何するって言ってもさ、今さお店が開いてない、うん、家で何かするんですか？家で何しようえ、でもやらんといけんことはいっぱいあるんやけどな。できません。わかる、やらんといけんこといっぱいあるのに。で、後でやろうって思ったらどんどん昼からやろう夕方でいいか夜にで、結局やらんことあるくない？うん、まあ来週でいいかってなる。その来週でいいかっていうの何回やってきたか。でも部屋の片付けした。綺麗やけどね。え、今汚いよ。そうかね。明日やろうはバカ野郎確かに、なんかそれ聞いたことある、ね、でもその本当その通りと思う。そんなことない。そうかな、やっぱやらんといけんことはすぐやった方がいいけどね。今日ねお腹が鳴ったんよ。どこで？仕事中に。仕事中に、うん、でもね、うん、何でも私じゃないよって顔しといた。めっちゃお腹が鳴った。でもさ、なんか静かな、お腹なんか鳴りよるの気づいてもさ何にも思わんくない？あれってさ、でも分かるんかな？そこに4人ぐらいあったんやけど、うん、私って分かるんかな？どんくらいの距離感かにもよるかもね。まあ、距離は近いかも。まあまあ、私なんかいつもね、あの行く歯医者さん、自分がいつも行ってる歯医者さんがなんか割となんか11時頃だったり12時頃に行ったりするんですよ。そしたらなんか多分歯医者さんが多分お昼休憩の前なんでしょうね。もうめっちゃお腹鳴ってるんですよ。でめっちゃ近いんです、そのこう歯を見てもらってるから、こう立っててこう歯医者さんが、でめちゃめちゃグーグーグーってなってて、でも笑っちゃいけない状況みたいな感じで、私は全然なんかすごいなんか気まずい空気が流れてて、なんか話しかけたら、え、お腹鳴ってますねって。お腹空いたんです、空きますよね。で口開けたままお腹空きますよねそれはやった方がいいかも。私さ口、え、口開けとるときにさ質問してくれる。え、それ本当にそれ、ね、なんで私も思ったんよ。だから私もうめっちゃ小刻みで、なんかめっちゃやる。しかもなんかはいとか家で答えれる質問ならうなずくけど、え、わかる。そうなんかさ何々って何々なのとか言われたときにはいはい
わかる、めっちゃわかる。もごもごしながら撮ったり、あれはどうしたらいいんかね、何を求めたんかなって思う。なんなんやろね。そしたら聞き間違いされてからね、うん、なんかもう話がでも噛み合ってないようで噛み合ったって、なんかもう気まずかっためっちゃあるあるや。あとさ、どこ見たらいいかわからんくない、歯医者口開けとるとき。え、目閉じてる。あ、目閉じとる。え、目閉…え、あのなんか私の行ってる歯医者さんはなんかここだけ空いてるタオルをかけられるんですよ。いいね。だからもう強制的になんか見えない状況にされるんですよね。その方が良くない？でもわかる、なんか歯医者さん何個も通ってた時期があって、確かにタオルをかけない歯医者さんもあるからめっちゃわかる。美容室もじゃない？わかる。美容シャンプーの時何もかけんとこあるくない？いや私めっちゃ眼開きの時あるよ、目も、うん、最近目つぶる。本当にめちゃめちゃ目開けてる時あります。閉じないといけないのかな。いや、なんか気まずい。気まずい？え、なんかその美容師さんとか歯医者さんの顔は見ないですけど壁見てます。え、でもさ、歯医者さんここに顔来るけさ、見てしまう顔。え、この間思ったんよ、目開けとったらめっちゃどこ見たらいいんやろこれってなって。ライト見とるかも。眩しいやん。眩しいな、眩しいなってライト見とるかも。今度見てみて、あの歯医者さん、歯医者さん見てみて。見たよ歯医者さん。見た？見た。なんか目が。目あった？あっちは歯を見よるけど、こっちは見よる。なんか目は合わんけど。あ、なるほど。それは合わんよね。でも、うん、あっちは見られよるってなったらやりづらそう。歯に集中しとったら気づかんのじゃない？あー確かに。いやでもマジ話しかけんでほしいね。いや話しかけてくれるんやけど終わってからにしてほしい。あの一回こう器具をこう口からなかったらいいんでしょ。口に器具を入れてなくて聞いてくるんだったらいいけど、うん、なんか作業しながら聞かれると答えれないってやつ。なんかみんなどうしようんやろうと思って、みんなもごもごして答えて、はぁとかって、うん、あと9分で終わる。私ここに着きた今。覚えてない。20分前ぐらい。痛くないですかって言われて、私痛かったらさめっちゃ眉間にシワ寄せるってそしたらあの表情で歯医者さんって読み取ってくれません？確かに。なんか痛いっていう時はもうめっちゃ顔しかめる。もう泣いたことある？ない。歯医者さんで、うん、なえ、ない？うん、病院でも泣かんかも。泣いたことあるん？逆にある。なんか痛いと勝手にな涙が出てきて、うん、あ痛いって言われてやばいじゃん。多分泣いてたらさめっちゃ心配になりますよね。あとあの歯型取る時のおえってなって、うん、涙が止まる。ああ、まあでもそれは分かるかもしれない。あれもうしんどい。歯医者さんではなかんかも。切ない気持ちにはなるけど。切ないかね。うん。なんか親知らず抜くときとか切なかった。あのね、風邪の時に
病院行ってなんか高熱だともう感情が分からなくなるんですよ、ぐちゃぐちゃになって。その時に泣きました、多分病院とかだったら。でもあんま泣かんよね、そもそも。うん、泣かんかも。ショールームで泣くよね泣いとるやんね。まあ確かにそんなにしょっちゅうは泣かんか。でもなんかそのなんていう感情的な泣きよるのはあんま見たことない。あー、なんかみたいなみたいな感じの悪くない、なんか分からん、なんか喋れんくない、なんか感情的に泣いたらさ。あー確かに人間って忙しいね。そうよ、怒ったり泣いたり感情が忙しいそれはどういう感じ。私の一番多い感情は多分切なさだな。切なさが一番多い感情です。確かにいいよね、うん、いつも。なんか切ないわってなる。はあ、切ないわ。今日も言ったよ。え、な、なに？帰ってきた時になんか、はあ、みたいな、なんか。切ないって言っとった？なんか生きとるって。言っとったっけそんなこと。ボソボソ言ったよ。どうしたんだけど何も言わない。そう、記憶にないわ。なんか無意識で言うんかな。分からん。生きとるって切ないみたいなこと言ってた？なんか生きるってもうなんか何だっけ、なんか言った、今日言ったよ。めっちゃネガティブじゃん。なんだっけ、え、なんかあったんって言ったけど何も言わなくて、で5分後ぐらいにこっち来てなんか動画の話をしだして、あれ動画してるみたいな、なんか全然なんか元気やんもうあの情緒がおかしいことになって。記憶にない、あんまり。アネキュー不足解消されましただって何それあの出てこんかったら姉がショールームに。なんで？あの不足するんだって。どういうこと？出てないそもそも。あ、で最近さ声も出てなかったっけんじゃない？なんか存在がさなんかいつも寝よるじゃん私がショールームしてるときに。寝よるね、多分基本寝よる。そうなんよね。満タンになった。満たされたって言ってるよ。どういうこと？週一でお願いします、なんかレギュラーメンバーみたいになって定期定期的にって。また来てくれるかな。いいと思うってことすごい、なんか来るかなってあのその返しがちょっと懐かしい。それいいと思う。星投げといたよショールーム。うん、どうもありがとうございます。いただきました。なんなこの俺じゃダメって。あー変えてないわ、これ自分で作った。そうなんか変えるわ。じゃあ俺にしとけよも、うん、もう逃がさないも、うん、いや怖いセリフが、なんで怖いっていうセリフが誰もじゃあ何がいいと思う。こんばんは初見ですってやつはもともとね。あ、そう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 。何がいい姉セレクトだったら何なん。もう逃がさないで怖くない。え、もう逃がさない言うやろ言う言うよ。嘘じゃん、
何がいいんやろ。少女漫画風セリフでよろしく。あ、そういうこと。うん、少女漫画だったら、え、なんだろうね、少女漫画か。少女漫画だったら、うん、みんながもう逃がさないって言ってる。え、もう逃がさないとか少女漫画出てくる。言うよ。嘘。言うよ。どういう場面。なんか捕まえてもう逃がさないみたいな、ドン、もう逃がさないみたいな。あ、もう離さないか。58分らしい。あと1分半で終わるわ。もう逃がさないっていっぱい出てきたよ。少女漫画。違う違う違う、ここのコメント欄。あ、ね、姉貴がコメント欄見てるそうです。今ね、今見てるそうです。生まれ変わっても君を愛すよとかどうですか。なんか、あ、なくはなさそうやけど。来世も君を見つけるから。なんか癖があるね、どれも。ちょっとどうですか。あ、俺じゃダメとかでもあるかもしれない。あるじゃろ、うん、俺にしとけば確かにある。あるじゃろ。あるわ。そういうことか、これ少女漫画のあれない。ということで皆さんおやすみなさい。あと30秒で終わるらしい。おやすみって言って、アニさん。おやすみ。おやすみ。せーの、おやすみ。またね。明日は日曜日。え、明日日曜日。そうだよ、明日日曜日。サザエさん症候群になります。やめてー。